はい、皆さんこんにちは。バリ島旅行の味方堀です。この企画はですね、僕がよく受け付ける質問をですね、3分ぐらいって言っても、前回10本取って3分ぐらいだと思ったんですけど5分ぐらいになっちゃったんで、まあ5分ぐらいでやっていこうかなと思います。それではバリ島旅行の味方スタート。はい、ということで再収録です。はい、今回の質問はこちら。ホテル予約サイト何使ってる？いや、確かにね、増えましたよね。ご自身でホテルを予約して、飛行機を取ってバリ島に旅行に来る方多くなったと思います。で、ホテル予約サイトってすごいいっぱいありますよね。その中でも僕が一番使ってるのはこれ、booking.com です。いや、僕もね、日本帰った時は使わないけど、シンガポール行ったりマレーシア行ったり、よくするので、その時にはですね booking.com で、ホテル予約しちゃいますね。かなり使うかな。もうなんかランクみたいなのついてますもん僕で、なんでですね booking.com をおすすめするかというとですね、まず1個目はですね、ユーザーインターフェース、操作ですね。操作の画面がですねすごいシンプルなんです。ぜひですね、ちょっといじってみてほしいんですけど、初めて触る方でもですね分かりやすい。それこそフィルターとかをよくかけたいんですよね。値段帯であったり場所であったり、あとホテルのランクだったり、あとはなんだ評価の数であったり、フィルターがですねすごい優秀で、例えばクタエリアで5000円以内で評価が 9以上のとこみたいな感じでですね、フィルターをかけることができて、フィルターかけた後残ったやつから選ぶっていうのができるので、すごい楽ですね。使いやすいです。次がですね、キャンセル無料っていうのが多いんです。他のサイトと比べたわけではないので多いかは正直わかんないですけど、見た感じ多い、ほぼ全部ぐらいな感じでキャンセル無料ですね。でこれまあちょっと内緒話なんですけど、気に入ったとこはもう僕とりあえず予約しちゃいます。これ内緒話ですよ。ちゃんとは多分ダメな方法なんですけど、とりあえずもう予約しておいて、で他に探していって、もっといいのがあればそっちに乗り換えるっていう、あんまり大きな声では言えない作戦ですねをやっております。あとはですね、現地払いが基本になります。これ僕、これ本当人によるんですよ。カードで先に支払っておきたいっていう人もいれば、僕はですね現地に行ってその時に払いたいんですよ、お金を。っていうのも、なんかの手違いって絶対あるじゃないですか。その手違いで予約できてないっていう時が嫌なんですよね。予約できてないのにお金もう払っちゃってますってなると、いや、払ったのになんで予約できないのってなるじゃないですか。これが払ってないと、予約できてない、まだ払ってないっていう状況だと、まあそういうこともあるよねみたいな。じゃあ今から取るから、同じところ同じここのホテル取るからやってっていうのか、まあじゃあ他のところ取るわってなるのかは、その時と場合によるんですけど、僕は現地払いの方が気が楽ですね。そして、これ重要なんですけど、 booking.com にバリ島のホテルがですね慣れてるっていうのがあります。もうですね、予約ホテル着きました、パスポートプリーズ URL で、予約管理画面みたいなのをもうスクリーンショット撮っとくんですよ。でスクリーンショット撮って、はいって出すと、booking.com ね、はいはいっつって、もうカタカタってやって、はいどうぞっていう感じになるので、かなり外国の方使う方が多いんですかね。あとまあ booking.com の代理店ですか、お店もですねサンセットロード沿いにあるので、もし何かあった時でもいいかと思います。で僕のいつもの流れを話しますと、まず booking.com で調べます。その場所、まあ泊まりたい
まあ、シンガポールであれば泊まりたいエリアとかをざっくりとなんかネットで調べて、ああ空港からこのぐらいねとか、あここら辺高いんだねとか、ここら辺安いんだねっていうのを調べて、まあ比較的安めのエリアで、Booking.com で調べます。まあ値段相当して、で、あここいいなってなったらとりあえず予約しときます。キャンセル無料のプランで予約しときます。でその後に他の例えばホテルズ .com とかアゴダとかいっぱいあるじゃないですか。それでなんとなく見てみます。でもし、差がかなり開いていた場合、ブッキング .com キャンセルして、でそっちのアゴダとか安い方で取ってみます。取っちゃいます、はい、で差がもし数十円とか、まあ100円200円ぐらいの差であればもうめんどくせえなってなって、そのままブッキングのところで行っちゃいます。もしね、他にもこの、予約サイトいいよっていうのがあればぜひぜひ皆さんも教えてくださいとか、この土地はこれの方がいいよと、日本だったらこれがすごいいいよっていうのがあればですね、ぜひ教えてもらえるとありがたいです。はい、それでは今回の質問と回答はこちら。ホテル予約サイトを何使ってる？ Booking.com。 はい、ということでいかがでしたでしょうか。ぜひですね、皆さんの旅行の参考になれば幸いです。この企画の質問はですね、ハッシュタグバリの味方、こんな感じでツイッターで募集しているので、ぜひ皆さん、ツイートしてみてください。僕らですね、バリ島旅行の味方というこんな感じのメディアをやってます。ぜひこちらの方もご覧ください。それではバリ島旅行の味方、堀でした。